新選組の供養塔が東京の板橋にあることをご存知でしょうか。明治時代に新選組の生き残り長倉新八が発起人となり建てられた供養塔。金堂の墓とされるものも残されていますが、これには諸説あります。供養塔の前面背面には新選組局長金堂副長土方歳三の名前が刻まれています。側面にはその他大使たちの名前が刻まれています。沖田総司や井上源三郎、山崎進、原田佐之助などの大使はもちろん、山並健介、伊藤貸太郎、藤堂平介、芹沢鴨、新見錦など近藤土方と対立し暗殺切腹となった大使の名前も刻まれています。供養塔には長倉同様幕末を生き抜いた斎藤はじめの名前は刻まれていません。幕末を駆け抜けた男たちの記憶がこの地に受け継がれています。